どうぞ。文化放送の高橋さんです。今のお話を伺っただけでも、それから先難問山積。そうですな。ただ13年半前も東京都知事になられた時も難問が山積していました。まあ、あっという間の13年半と思われるかもしれませんが、その間に東京という国際都市観光都市をですね、空が青空が見えるような綺麗な空にし、そして、三宅島の2000年の噴火災害、自然災害、こうしたことも乗り越え、で、はるか2000キロの東京都であります沖ノ鳥島、まあ、こうしたところもご一緒させていただいたり、いろんなことがありましたけれども、今やっぱり考えてみて、都政でやはりこれが大きな問題がまだ残っている、それから、まあ、後を継いでくれる人間にはこれをきちんとやってほしいというようなこともやっぱり国政とはまた別にお思いがおありかと思うんで、この辺をちょっとお願いします。それをね、前もちょっと申し上げたと思うが、私がね、知事になった時にね、中曽根さんから非常にね、非常にそのね、サジェスティブなね、ためになるね、アドバイスをね、箇条書きでもらいました。小さな紙に書いてありましたね。私今でもね、自分の書斎の横のね、壁にそれ貼ってありますけどね。まあね、具体的なこと、抽象的なこと、それからやっぱり知事としてのビヘイバーっていうのをね、やっぱりその心がけてね、つまりなんていうのかな、まあ、レーガンのように自分の言葉で喋ってね、要するに分かりやすくものを言えということも言われました。でね、その中に一つね、私がとても手がけたいと思ったけどできなかったことは、それはね、これだけは心残りですけど、中曽根さんが言ったのはね、教育の、破壊的改革をやってくれと。これはできませんでしたね。でやっぱりね、教育庁がね、この都の高級、官僚の、ね、ある限りね、結局役人の限界出ない。それからそのこれもやっぱりそうですけどもね、さっきの昨日申し上げたと思うんだけども、文部省がですね、全体の教育の指針を牛耳っててね、例えばそのゆとり教育なんてバカのことを始めて、たちまち日本の子どもの、ね、学力が低下した。で、ここらの学校はですね、無視してですね、土曜日の授業も始めた。私立は全く無視して今まで通りやってました。そういうものをね、変えようと思うとね、橋本君も大阪でその経験をして行ってたけども、文部省っていうもののなんか絶対的なかもしれないけど、くだらない権威がね、ことを構えててね、その地方のなんとか実情に合わせた教育の改革がとてもできないんですよ。これはね、まあ地方の特色を生かす、ね、教育っていうのはどういう形であるかわからんけども、まあとにかく日本の教育そのものは私は賃貸してて不合理だと思うから、東京が唯一やれたことはね、今の子供たちはね、自分のお父さんお父さんおじいさんおばあさんが戦った60数年前の太平洋戦争について知らないんだ。大学生が知らないんですよ。これはね、やっぱりおかしな話でね、自分のじいさんばあさんひいさんひいばあさんがね、何をしたかということをね、日本のその要するに近代史としてね、できれば明治以来の要するに歴史、日本のね、世界の人類の中でね、有色人種を唯一作った、それ以外に白人に迫害されたこの日本のですね、近代史というものをね、私たちはやっぱり知るべきだと思うし、それをどう評価するかしないかってことは自分たちで考えたらいい。ただやっぱりね、その近代史の事実を知らない、つまり67年前に終わったね、太平洋戦争があったということも知らない大学生をね、産むような教育っていうのはこれどっか狂ってると思う。だから東京ではね、要するにまあある識者たちに頼んで近代史と現代史のですね、教科書を作ってね、これ必須科目にしました。まだまだそんなことはとても及ばないですな。